米原市にやってきました。2022年4月の28日、ライライデー米原店がオープンしました。もともとライライデーは京都で閉店になったお店を引き継いで滋賀県野洲市でライライデーとしてスタートしました。滋賀県発祥か京都発祥かで意見が分かれると思うんですけど、このチャンネルは滋賀県のチャンネルなので、ここはね、滋賀県発祥ということで無理やり押し通そうと思います。今回はね、お前らの大好きなラーメン屋を紹介します。では行きましょう。ライライデー。皆さんこんにちは、円安ひどいなマイアミチャンネルです。今日は皆さんにライライデーを紹介します。1997年に安市でオープンしたライライデーは、今や全国に展開する人気ラーメンチェーンに成長しています。今回は2022年4月にオープンした米原店に向かいました。こんにちは。今回はライライデーやっていこうと思います。この春ね、新たにオープンしたばかりの米原店に早速行ってみましょう。新しい店舗ということで、注文はタッチパネル方式です。ライライ亭といえばね、麺の硬さやネギ、そして背脂の多さを選べるのが魅力なんですけど、これも米原店はタッチパネルで選びます。今回米原店で注文したのはこってりラーメンのがっつり B 定食です。これはラーメンに唐揚げ、そして半チャーハンがついてきます。こちらが唐揚げです。そしてこってりラーメン、でこれが半チャーハンです。このチャーハンはもとでも色が濃いっていうことで有名なんですけど、味はそこまでね、めっちゃ濃いっていうほどでもなかったです。これがこってりラーメンです。ちなみに麺は固め、醤油の濃さは普通、ネギ多め、背脂普通、唐辛子は入ってます。そしてチャーシューは脂身です。ライライ亭のラーメンは京都風の醤油味、鶏ガラスープってことなんですけど、このこってりラーメンは醤油豚骨ラーメンになります。このね、浮いてる背脂が特徴です。もともとね、京都で閉店したっていうお店を引き継いで滋賀県でライライ亭としてスタートしました。このストレート細麺も特徴ですね。では長浜店に行ってみましょう。こちらはね、結構昔からあります。昔ながらのライライ亭は黄色と青色がイメージカラーですね。この情熱は抜けませんっていうのはライライ亭の名文句ですね。生ビールはプレミアムモルツです。では今回は混ぜそばを注文してみましょう。混ぜそば R、 R はライライデーの R です。卵黄、チャーシュー、魚粉、ネギ、メンマ、玉ねぎが入ってます。それをね、もうがっつりと混ぜます。麺は太麺で、麺の底にはタレが入ってます。途中でお酢やラー油を入れて味を変えたりとか、最後にね、ご飯を入れて食べたりと、さまざまな楽しみ方ができます。続いて人気の豚キムチです。これは大変人気があります。もう定食としてね、ラーメンにつけることもできます。そして白身魚フライです。これは僕は大好物です。スタッフに頼んだらね、タルタルソースもつけてくれます。ではでは特製ラーメンいってみましょう。ライライ亭のラーメンに味玉とキムチが入ってます。麺はもちろんストレートの細麺です。ライライ亭のラーメンは、甘めの醤油ラーメンなんですけど、キムチを入れることによってちょっとね、ピリ辛になります。こちらはチーズのせ餃子、そこまでね、知られてないんですけど、かなり美味しいです。チーズもよく伸びます。そして旨辛麺です。辛さはね、レベル1から4まで選べます。
今回のは辛さ1でした。これでもね結構辛いです。なんか食後ね甘いもんが食べたくなりました。こちらはハイボールですね。今回はこの4月にオープンしたばかりの来来亭米原店と、そして長浜店お伝えしました。食後のアンケートに答えると抽選で1000円の商品券がもらえます。長浜店から少し東へ行くとアルプラザ長浜店があります。弾む心のお買い物ですね。最後にこちらご覧いただきましょう。来来亭のデザートメニュー、ごま団子の回転速度です。ご視聴ありがとうございました。Thank you.